っぱり閉まってへんと思うけど、どっか開いてる。はい、そんなわけで3度目の正直で柿をこう食べに行きおりますけど、はい、なんたら病気がまた流行りおってるんで、さあ向こうはどうなってるでしょうね。お天気は待った甲斐がありました。良いお天気ですが、はい、そんな感じでいつもの国道176号線南に下がって、古市右に曲がって372号線姫路へ向いて走ります。はい、笹山口駅前を通過して、じゃあ行ってきます。はい、古市の交差点を右に曲がって372号線乗っかって、今日は途中寄り道せずに姫路方面を目指します。姫路東インターやったかな、山陽自動車道姫路東インターから高速乗ります。はい、良いお天気です。はい、JR 福知山線の踏切を越えます。ナビがね、いらんこと言ってくれるもんやから、いつも乗ってる道やねんけども、あれ、これ右行ったら乗れるはずやのに、左行けなんやろ思って左行ったら全然ちゃうとこ連れて行かれましたね。はい、戻って、気を取り直して戻って、山陽道乗っかりです。はい、フル加速しないでもいいです。ガラガラでした。はい、こっからもう30分ほどでね、とりあえず播州和光まで一飛びなんで、ゆっくり走ります。景色見えるかな、イメージやね。はい、はい、ここは辰野西パーキングサービスエリアか、ちょっと休憩です。なんか美味しそうになるかな、播州唐揚げってありますね。はい、休憩終わって出発です。はい、おトイレだけでしたね。広いね、ここの。ゆったり歩いて散歩できるようになってますが、あ、まあ、はい、疲れた体には散歩でもしてリフレッシュして走りましょうということでね。切れたもんで急いで交換しましたが、高速降りた後でした。はい、250号線よね。はい、ここから阿光から避難線に向いてゆっくり走ります。もうこの後は一本道やでね。はい、カーナビももう間違えたことは言わんとは思いますが、あんまり信用できません。はい、高速乗り口でね、右行ったらすぐ乗れたのに、左や言って、嘘やろ思って、こっちのはずやのに、まあええわ、言う通りに行ってみようみたいな、全然ちゃうかったでね。やっぱり信用できません、この子は。はい、そんなわけで250号線を、西に向いて走っております。はい、海が見えてきました。立派な橋もあるけどね、あれ渡って、向こうの島に渡って観光してみたいとも思いますが、ちょうどお昼なので、まずゴミの位置、ここへね行ってみようと思います。この辺は牡蠣の養殖イカダイね、ずらっと見えてる。
牡蠣の養殖いかだがいっぱい並んでおります。よっと回ります。はい、日生のフェリー乗り場ですが船はいませんね。はいません。小さいフェリーを一つだったけど、はい、なんとなく南国風ですね。ここはフェニックスかな、シュロの木か。およそ700メートル先、左方向です。こんなとこにもマリンピアがあるんだ。マリンピア、うん。あそこにもあったよね、あれ。リゾートマンションかな。マリンピアか、うん。いいですね、優雅ですね。港町やね、ここはいい雰囲気やね。ここを左に曲がってゴミの位置へ行きましょう。まもなく左方向です。その先左方向です。さらに分岐が続きます。漁港です。これがゴミの位置。日生町漁業協同は人いっぱいや。平日でもいっぱいでーす。どっから入れるでしょうか。はい、はい、とりあえず到着。こんな感じやね、車。いっぱいですよ。はい、行きましょう。